ベネズエラのホローポ。エロイパラシオが、ホローポは、ワルツに似たリズムと、アフリカやヨーロッパに影響されたダンスで構成される、音楽の形態で、ベネズエラからコロンビアにかけて広がる、リャノ地方が発祥。特にその典型的な音楽、または、虫かクレオジャで、ホローポは、ベネズエラを代表する、伝統音楽のジャンルであるとともに、コロンビアにおいても、 伝統音楽のレパートリーの一部を構成している。また、ホローポは最も一般的な民族のリズムでもあり、ホローポの歌である有名な楽曲、アルマジャネイラはベネズエラにおいて非公式な国家と考えられてもいる。当初、スペイン語でホローポはパーティーの意味として定義されていたが、現在ではこの種類の音楽やダンスの形態を意味するようになった。 これは1700年代に野外の労働者が当時パーティーやダンスの意味で使用されていたファンダンゴという言葉を使わずこのホローポという言葉を使い始めたためであるというファンダンゴはスペインの言葉で一般的なフラメンコ等のダンスや歌を指す場合に使用されている一方現在もホローポという言葉は受け入れられ手足の動きやワルツで踊る音楽やダンスを表す 際に使用されているのである。ベネズエラ、カラカスでのホローポの演奏。ホローポにおけるダンスは、まず二人一組で互いにきつく抱き合いながら、ワルツを踊る。その後互いに向き合い、床を這うようにして、前後に小さくステップを行う。最後に、お互いの腕を掴み、男性側がリズムに合わせて足を踏み鳴らす一方、女性は這うようなステップを行う、というものである。 ホローポは、アルパジャネーラ、弦楽器のバンドーラとクワトロ、マラカスを使用して演奏され、ヘミオラ、または4分の3拍子と8分の6拍子を交互に利用するなどの様々なポリリズムパターンを用いる。もともとは、ベネズエラとコロンビアのジャノスに住む人々、ジャネーロによって多くは歌と共に演奏されていたことから、ホローポの形態は、虫かクリオージャとも呼ばれていた。 歌い手とハープ、またはバンドーラの奏者は主旋律を奏で、一方でクアトロは伴奏を弾いて特徴的なリズムと鋭い打楽器的な効果を生み出す。これらクアトロとバンドーラはスペインのギターが由来の4弦楽器である。また演奏に唯一使用される打楽器はマラカスである。その他、ホローポという言葉は音楽ジャンルやダンスの名称を表す他にも、 演奏そのものやイベント、または演奏の時を指す場合がある。現代において、ホローポの演奏に、上記の楽器以外のものも加えられるようになり、ギターやフルート、クラリネット、ピアノ等がその例であるが、完全な公共楽団もアレンジしたホローポを演奏することがある。1950年代以来、ベネズエラの作曲家アルデマーロ・ロメロは、 数あるホローポーの還元学的な編曲を率先して行ってきた人物であり、楽曲は飲習的な演奏であるにもかかわらず、他のベネズエラの音楽ジャンルの中でも目立って、世界中の観客を楽しませてきている。興味深いことに、還元楽団がホローポーを演奏する際には、クアトロも含まれることがよくある。ヨーロッパ音楽や土着のベネズエラの人々から、マラカスと呼ばれる楽器、 さらにはかつてアフリカから奴隷として連れてこられた人々独自の旋律とこれら三つの異なった文化の影響を受けていることからホローポはベネズエラ人を表していると考えられている。使う楽器によってホローポには異なった三つの種類がある。名称と使用する楽器は以下の通り。ありがとうございます。